皆さんこんにちは。チルチル商業 BL レビューサイトチルチル記者のアプリコットと同じくゾメコです。はい、ということで今回はハッピーオブジエンドのドラマを語ろう。わはい、ということで今年の9月に放送されましてですね、もう完結はしてしまったんですけれども、改めて今ドラマハッピエンを語ろうという回でございます。ドラマハッピエンいかがでしたか？いや、はい、本当に漫画のあの世界観が本当にちゃんと忠実に再現されてて、うんうん、とっても嬉しい、ファンとしては嬉しかったですね。そうですよね、あの大敗的な雰囲気というかがもう包み隠さず表現されていて目が離せなかったですね。本当に街の雑踏とか、はい、ちょっと裏な部分がすごいちゃんとそこまで再現してくれるんだっていう感じでしたね。ちょっといろんな意味で衝撃的だったドラマなんですけれども、こちらのドラマはですね、恋人にこっぴどく振られて、ちょっと自傷クズというかちょっとどうしようもなくなってしまっている紐の、千尋役に別府由来さん、そんな千尋と出会った謎のスカウトマンのケイト改めハオレン役に、沢村レイさんを迎えて、その迫真の演技というかにも注目が集まっていたと思うんですが、はい、改めてあらすじの紹介なんですけれども、先ほどご紹介させていただいたように千尋が金も行くあてもなくさまよっていたところ、バーですっごいタイプの男であるケイトと出会いまして、そこでホテルにもつれ込んでワンチャンって思ったら殴られたらですよ、本当に、はい、殴られ目覚めたらゴミ捨て場にっていう衝撃的なストーリーから始まりますよね。そうですね、はい、そしてそこが一話のもう一番衝撃的なスタートで始まった一話なんですけど、 そうですね、はい、その後2話ではケイトのその最初もういきなり殴ってくるようなスカウトマンだから本当に荒々しい人なのかと思いきや、意外な一面が見えたのが2話じゃないかなと思っております。はい、そうですね、やっぱり衝撃的で激おまなストーリーの中にある優しさみたいなものも注目ポイントですよね。そうですね、はい、特にその2話はそのケイトの優しい部分がすごく見えたところシーンだと、回だと思ってて、はい、それこそなんかお菓子のペンダントを千尋にプレゼントしてくれるんですよ、ハオレンが。そうですよね、本当にそれがなんかしかもお菓子のペンダントだからそんなになんか高くない、本当に言っちゃえばおもちゃなんですけど、はい、それをなんかぶっきらぼうにやるよみたいな感じで渡してくれる、その不器用な優しさがなんかケイトらしいなと言いますか。はい、そうですよね、でもそれを大事に大事にしてる千尋もけなげで可愛いですよね。そうなんですよね、はい、ペンダントちょっとニアでなくしちゃうシーンがあったんですけど、それをその最初はケイトに言えずに黙って一人で探そうとするんですけどケイトが一緒に探してくれるんですよ。そうですよね、理由を聞いて何してるのって言って一緒に探してくれて無事見つけて、もう一回その千尋が嬉しそうにつけるっていうのが、それもまた素敵な、本当にニアは二人の優しさというか温かさが感じられる回になってたのかなって思います。はい、と思いきやですよと思いきやそうなんですよね、そのやっぱり殴る男っていう、そうっていうのが1話であったことがまた3話でも結構またそのケイトの怖い部分といいますか荒い部分が出てるのかなって思うのが、本当に千尋がちょっと元恋人して千尋のことを知ってた恋人と連絡を取り始めるんですね。でそれを知ったケイトは少しなんか嫉妬じゃないけど、はい、ちょっとそういう面が見えてきて、その千尋とこうなんかちょっと喧嘩じゃないけどそうなった時に千尋にまさかの強制的に、はい、ね、ケイトのケイトを何とか言ったり、もうかわいそうやめてあげてっていう回だったんですけどちょっと痛々しかったですよね。そうなんですよね、だからこそそのドラマでここまでやってくれるんだっていうある意味衝撃もありましたし、本当に、はい、そのしかもかける言葉もなんかおなほやばりしてもうそれ千尋出てっちゃうよっていうことで千尋も出てって、そうですね、もう愛はないのかっていう、そこに愛はあるんかっていうですよ、もう本当に、本当に痛々しいシーンで、その後千尋がもう家を飛び出しちゃって、でしかも向かった先は元恋人と一緒にまた会っちゃうんですけど、はい、それをケイトまさかの追っていく追っていって、しかもビール
その2人が楽しそうに話してるのを見てもういても立ってもいられなかったのか、その近くに行ってビールをぶっかける千尋に。なんかそのこっぴどく振った恋人じゃないですか千尋のことを。あの結婚もしちゃったしっていう、本当にでもなんか本当に好きだったからこの後ホテル行かないって言ってくる千尋を騙されちゃダメみたいな男なんですけど、 そこでもうビールをかけてくるっていう、本当に、はい、ケイト一見そのビールをかけるってすっごいひどい行為に見えるんですけど、でもその2人の関係性を知ってるからこそやっぱりそれって千尋をこう元恋人かなのに、千尋の元恋人に対する未練を断ち切るためにケイトがしてくれた優しさなのかなって思ったりします。そうですね、でもここで一個もなんか名言と言いますか、お前は一生不幸なゴミか動く女ほどっちがいいんだっていう、これどんな二択だよって感じですけれども本当にこの二択を迫ってくるんですけど、でもそこの裏にもやっぱりその千尋を思うケイトなりの優しさがあったのかなって思うと、すごくこの荒々しいのかなってケイト思うんですけど、はい、優しい部分も大きいのかなっていう、そのケイトの良さがすごく伝わってきましたね、はい、3話は、はい、ちょっと戻って2話なんですけど、本名を明かすじゃないですか、そのケイトが本名であるハオレンを明かすじゃないですか。なのでそのちょっとビールをぶっかけるような優しいのか優しくないのかみたいなところはちょっとハオレンのなんか内側にあるちょっと不器用な部分なのかなって個人的には思いましたね、はい、でそんな感じで2人はどんどんこう心も体の距離も縮まっていくんですけど、はい、そんな2人の雲行きがだんだんある人物の登場によって雲行きが怪しくなってくるんですよね。そうですね、4話ですかね。そう、もうなんか鬱かったですね。鬱でしたもう鬱ですよ、はい、本当にもう辛かったです見てて。そうですね、まだ見てらっしゃらない方はちょっと覚悟を決めてみる必要があるかもしれないんですけれども、本当にそのケイトの、はい、その千尋だけじゃなくてケイトの過去にもいろいろあって、その過去のケイトのトラウマ的な存在であるマヤという人物が登場するんですね。で、はい、そのマヤがなんか怪しい動きをしているっていうところから、4はちょっとそのマヤの動きにちょっとそうですね、よってかき乱されていくような感じがして、すごく不安な回なんですけど、でもそんなマヤをマヤの存在が、そんなマヤの存在が2人の雲行き怪しくはしているんですけど、その一方で少し私的に4話印象に残ったシーンとして、はい、千尋のなんかお互いの名前の由来を話すシーン。そうですね、ハオレンはなんか湖、そうですね、っていう大きな湖っていう意味があるっていうのとっていうお話をして、じゃあ千尋にはどんな意味があるんだっていう、っていうのを言って、はい、それに対してハオレンが千尋の名前の意味は俺が呼びやすい名前だから、なんか沼ですね、本当にずるい男だっていう、こういうところで私たちも翻弄されてる千尋も翻弄されまくっちゃってるわけなんですけど、そうですね、そんな、はい、そんなこんなで、まあとにかくマヤが怖いのと千尋とケイトの関係が、はい、距離は縮まっていくんですけど、やっぱりその過去のしんどさであったりとか、本当にマヤのせいでではないかもしれないですけど、まあ、マヤと関わることになったからこそ起こってしまった悲劇って結構いっぱいあるじゃないですか。そこがちょっとしんどいポイントでしたね、はい、こちら全8話あるじゃないですか。やっぱりちょっとターニングポイントとなったのが4話のラストのハオレンのお母さんがまさかのっていう展開ですよね。そうですね、ハオレンとしてはやっぱりお母さんってすごいかけがえのない存在だからこそ、お母さんの何かあるとハオレンもそれにめちゃめちゃ乱されちゃうっていうところなんですか。そうなんですよね、もともとそのマヤと出会うことになってしまったのってハオレンのお母さんがちょっと捨ててしまったからみたいなところあるじゃないですか。それでもあのハオレン自体は、ハオレン自身はそのお母さんのことをすごく気にかけてるっていうか、一つ優しくしてくれたことにちょっとすがっているみたいな部分があるんですけど、そんなお母さんがっていうところで、そこで衝撃的な、もう絵もそうですけど展開的にも衝撃的な部分があり、物語は後半戦に続くっていう。
はい、その襲撃的な4話からやっぱり5話までちょっと尾を引いていくじゃないですか。そうなんです、はい、もうハウレンの唯一の心の拠り所と言ってもいいお母さんが実は亡くなってしまったんですよね、はい、でそれもあってハウレンがめちゃめちゃ塞ぎ込んでしまっているっていうところから始まるのが5話で、でもそんなハウレンに対して千尋がすごく歩み寄ってくれてそのすごい落ち込んでるハウレンにを上野に千尋が連れ出してくれて、すごいその元のハウレン千尋もドラマ内で言ってるんですけど、あ、いつものハウレンだみたいなことを言ってるんですけど、そういうふうにもうお互いがお互いにとってもかけがえのない存在といいますか、支え合ってる存在っていうのがすごい5話は現れてたんじゃないかなって思います。そうですね、ちょっと軽口言い合ってるぐらいがこっちとしても安心できる2人の距離感ですよね。本当に、はい、その軽口なくなっちゃったハオレン、もう心配でした私としても、ね、本当にもうなんかすごいやっぱりハオレンってなんかどこか影のあると言いますか、なんか危うい感じがするので、そこがすごい5話は危うさをすごいハオレンから感じて、めちゃめちゃハラハラもしました ね、 うね、もうどこかに行ってしまうんじゃないかっていう、本当にそんな、はい、5話だったんですけど、はい、無事その千尋の歩み寄りによってハオレンちょっと元気になったのかなっていう5話だったんですけど、はい、6話ではな、とても結構6話良かったですよね。結構甘いというか、結構な、はい、私たちにとって結構ご褒美会といいますか、キュンとしました。はい、心の救われる部分が多い回だったんですけど、はい、2人ともついに公認彼氏、公認恋人になっている2人がすごい素敵だなって思って、なんかその伝え方もずるいですよね。なんかちょっとちょける千尋に向かって、どうせ中も彼氏いるだろうっていうハオレンっていう、え、俺たち付き合ってましたっけみたいな、ね、雰囲気がちょっと漂ってたので、ちょっと不器用だなとも思ったんですけど、でもやっぱ言葉にしてくれて、すごい千尋もそのハオレンのなんか好きです、付き合ってくださいってハオレンが言ってくれるんですけど、千尋にそれをすっごい噛みしめている感じが伝わってきて、やっとその元の恋人には捨てられちゃった千尋だけど、やっとなんかちょっと居場所を見つけられたのかなっていうのが思って、すごい千尋が報われてくれて嬉しいよ私はって思いました。親心がちょっと2人とも壮絶な過去というか、なんかあの同性が好きであることを家族にも受け入れてもらえなかった千尋と、なんか お母さんに捨てられて、もう暴力的な感じで体を売るしかなかったハオレンっていう、ちょっといびつな2人だからこそ幸せがしみるねっていうのが魅力的ですよね。そうですね、本当に、はい、6話そんな幸せたっぷりなシーンが結構見れたんじゃないかと思うんですけど、その一方でやはりまた2人をかき乱してくる、かき乱すマヤが再登場するんですよね。そうですね、マヤって本当にこっちの倫理観じゃ考えられないじゃないですか、その、あの、予想を超えるような動きをしてくるというか、本当に何をするかわからないっていう怖さがあって、そこがもう演技で表現できてるのがとてもすごいなと思うんですけど、やっぱりマヤが登場すると一気に空気凍りますよね。本当になんか2人の幸せな空気感と一変して、もうなんかどん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 悪い方向に進んでいってしまう予感が強くて、ね、はい、っていうところがもう6話の最後のところだったのかなって思います。はい、やっぱり7話ってしんどかったんじゃないですか。本当に、はい、本当になんかもうなんか千尋が辛すぎますよね。はい、前にもうボコボコにされちゃって、結構それが千尋の中でもトラウマ、はい、みたいな感じになってしまってて、すごいマヤって本当に的確に人を傷つけますよね。本当にもう怖いです。怖すぎる、本当に怖い。もう2人を乱さないでっていう感じなんですけど、本当に乱されに乱されまくってしまった2人で、もうなんかそれこそ、でも逆にそのちょっと元気をなくしちゃってる千尋を今度はハオレンが支えてくれるっていうところもすごく、やっぱり二人はお互い、二人はお互いじゃなきゃダメなんだなっていうのをこの見ている側も感じれるような回で、そうなんですね、それは素敵だなって思いましたね。なんかどうしようもない世界だからこそ、なんか今まで幸せになれてこなかった二人だからこそ、二人でしか掴み取れない歩んでいけない幸せがあるなって思いました。本当に二人だけの、二人なりの幸せがあるんだろうなっていうのを感じる7話でしたが、でもその
うまくいかないんですよね。その2人は幸せになりたいって気持ちもあるし、もう希望にすがろうとしているけれども、うまくいかないのが現実の難しさっていうのも感じましたね。本当にそれ、はい、なので2人は一見その前からちょっと解放されて、その一旦の平穏を取り戻したように見えたんですけど、はい、実はそんなことなくて、その、はい、実はマヤが千尋に対してした行為があまりにもその見るに耐えないというか残忍な行為だったんですけど、それをハオレンが知っちゃうんですね、その内容で。もうそれでハオレンもう、もうプツって何かが切れちゃって、っ、ね、はい、そこでっていう、その撮った行動が、はい、っていうところでもうえっどうなっちゃうのということで、もうジェットコースターですよね。本当にこっちの情緒もなんか幸せになってほしい、あ無理かも、えどうなるのみたいな。もうなんかでも7話だけ見たらもう幸せになれる未来私にはなかったですけど、7話だけでこの終わり方して幸せになれるのっていうっていうところでからの最終話は8話ですね。8話です。8話は、いやこれどこから話していいんですかっていうくらい、結構最後も最後の最後まで怒涛の展開でしたね。その原作ファンとしては欠かせないなって思うのがなんか電車の別れのシーンかなとは思うんですけれども、あれは結構私的になんかハオレンの残した言葉がなんか2人のこの未来、はい、電車で別れるシーンにハオレンが千尋に投げかけた言葉が、俺のこといっぱい思い出して忘れろ。あ残酷すぎる。もうあここまでしてきたのにっていう。もうなんか2人の未来ってやっぱり幸せになれないんじゃないかってこっちにも絶望が走ったというか。本当に千尋も、おい待ってます、っていう、もうなんか本当に千尋も本当にそれで最後悟ったのか、本当に電車を追いかけて見えなくなるまでもうハオレンを追いかけてたんですけど。いやこれはもう2人に幸せって来るのかなっていう、8話でした、8話でこれですからね、うん、でもやっぱりこういう風に衝撃的な展開が続いてきたハッピーオブジェンドなんですけど、でもやっぱりその良さっていうのが全部が綺麗に収まるわけはないじゃないですか。どうしてもわだかまりが残ってしまったり、もうずっと2人は傷を抱えて生きていくことにはなるのかもしれないけど、でもそれでも光はあるよっていう、やり直せるし幸せになっていいんだよっていうのがすごくジンときましたよね、はい、そのラストの、もうラスト涙なしには見れないんですけど、もうぜひラストまで見てほしいっていうか、うん、本当に、はい、2人なりの幸せがもう8話には詰まっていると、はい、私もめちゃめちゃ見てて思いましたね。そうですね、これが2人のなんか受け入れられますよね。なんかこの2人が これを選んだんだなっていうのが、もう視聴者としてもストンと胸に押してくるっていうか、そういうところが衝撃であり、でもなんか見てよかったなっていう、見れてよかったなって思いました。本当に1から8話までもう毎秒見逃せないシーンというか、はい、もうストーリーを追い続けたくなるようなお話でしたね。もう、はい、そうですね、いや終わってしまったの悲しいですけど、なんか千尋が撮ったハオレンの写真集とか出してくれないかみたいな眺めたい、こっちは幸せを摂取したいからこそ、前半に出てきたその映るんですみたいなフィルムカメラの、ハオレンからもう千尋が一眼レフで撮ったハオレンまで全部収めて写真集出してほしいって私は切実に思っております。いや本当に写真に撮られてる時の、はい、千尋にしか見せないハオレンの表情が本当に私大好きです。大好きですということで、はい、本日はハッピーオブジエンドドラマ一気に振り返ってみましたが、はい、皆さんの思い出のシーン、皆さん思い出のシーンあると、皆さんの思い出のシーンありましたらコメント欄などで、皆さんの思い出のシーンありましたらコメント欄などもぜひ共有していただけたら幸いです。はい、ドラマハッピーオブジェンドはですね、もう放送は終了してしまってるんですけれども FOD の方で
8話が全部一気に見ることができますので、もうあの倍速禁止で全部、はい、全部見逃さないで見てみてください。私も FOD 入って見直しました、はい、見返しましたですよね、はい、あのブルーレイの DVD の方が12月25日なんとクリスマスに発売されるそうなので、ぜひぜひそちらもチェックしてみてください。それではせーの、バイチルー。